出るものも出ないみたいな。出る。So you lived in France how many years or how long? For 2 years. 2 years. Yeah. Oh, that's nice. So long enough to know. 2 years in Paris. Yeah. Ooh, I know. Ooh, Paris. Paris. What about LA? LA, I lived there for 6 months when I was 18. 18? Yeah. Oh, okay. After high school? Yeah, right after high school. Yeah. Haruna, you've been to France, right? Mm-hmm. Have you ever lived there? No. So I've been maybe about three times. But I've never lived there. I guess, you know, we can go down the memory lane a little bit. All right. So my first question is, what do you miss about Japan? 日本食。Oh, 日本の日本食。本当に。日本の日本食。このクオリティでこの値段。それ。絶対ありえない。本当に。1000円未満ってないですよね。ない。ないです。クオリティが1000円。お腹いっぱいに食べれて、そう。例えば安い吉牛とかでも、こっちの吉牛って全然売ってるものも全然違って、あの照り焼きとかが売ってあって、牛丼じゃなくて照り焼き丼みたいな。また日本と思ったらそうやって照り焼き。そう。それで吉牛って、どこに牛みたいな。感動しちゃう。もう友達にいつも惹かれるくらい。普通だからとか普通で分かる。でもまた雰囲気なのかな、なんかお味噌汁とかでも日本で飲むお味噌汁は、こっちで飲むお味噌汁とはもうなんか何かが違う。分かる。もうなんかパリにいる間は本当にもうなんだろうな、自炊ばっかりしてて、そのアジアンマーケットがあるから、味噌もなんか一応韓国のものだけど変えて。それなりにいろいろ食材を調達できるし、梅干しとか持ってるから、一応日本味には触れられたけど、でもそのホームステイ先でちょっと揉めたのは、米が食いたいって言って私が、そしたらなんか米を買ってきてくれようとしたけど、その辺に言ってるのってなんかタイ米の細いなんか全然、ああ違うね、サラサラしたやつ、ジャーンって言って、粘り気がね、そうもちもち感がね、そうアジアンマーケットであの新潟のふっくら、なんか魚沼さんのちょっといいコシヒカリとか買ってきてもらって、あすごい売ってるんだ。でも売ってる、でも米好きって言ってたよね、米大好きです。もう好きな食べ物はって言われたら多分味噌汁とおにぎりをあげる、納豆とお米とか完璧ですね、お腹満足、もう心も満足、本当に。それがやっぱりね、海外だとね、特に旅行中とかだとね、そうなんですよ、なかなかあの手に入れれないから。ダンスのイベントの通訳をしている時に、まあ、そのフランスで大きいダンスイベントがあって、それでなんだろう、日本からこうみんなでまとまって行ってる人たちと、まあ、合流したりとかして話聞いてると、みんなどん兵衛とか持ってきてるの。その1週間とか滞在するときにやっぱ恋しくなっちゃって。わかる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 。インスタントで全然美味しいから。わかるわかる。私だってもうこっちに来てからふりかけすごい買うようになって、もうとにかくご飯とご飯とふりかけで、あ、美味しい。もう、そう、一人でお昼ご飯とか、そう。そう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 。日本じゃなかなか食べなくても、美味しいなって。ドイツに住んでる知り合いを訪ねに行った時に、その人も、なんだろう、日本人だけど、ドイツに長期滞在してて、で、その人のとこ遊びに行くっていう時に、何かお土産いりますかって言ったら、日本のパスタソースが欲しいから何でもいいから買ってきてって言われて、だから多分その日本風の味付けというか、やっぱり。何でもいいの。何でもいい。とにかく日本の味、日本からの。わかるわかる。うどんとかも天ぷらとかつけなくていいから、もう何、酢うどんでいいから。そうそう、日本のうどんが食べたい。そう。で、私も汁まで全部、もう最後の一滴まで吸っちゃう感じ、美味しくて。そう、だから、やっぱり日本にいる家族とか友達が、例えばなんか LINE にしても何でも、なんか写真とか載せ、これなんかお昼ご飯とか見てると、あ、なんか父ちゃんみたいな、食べたいのに食べれないから、すごいもう苦しくて。
確かに。そう。だから日本帰ると必ずもう日本食ばっかり、スードン、本当スードンばっかり食べてるから、そんなのでいいの日本に来たのにって言われるんだけど、うん、これが食べたかったみたいな感じ。だしをください。だし、そう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 。日本のあのウォシュレット、うん、私の父親も何年前だろう、5、6年前くらいに、あれな、うん、これはいいビジネスになるよって、ウォシュレットオーストラリアに持っていけとか言ってどうやってそう、これ輸入すればいいんだよとか言って、うん、でもこっちでも最近はなんかセレブリティがあのウォシュレットじゃなくてもみんな、うん、ジャパニーズトイレットでみんな何を言ってるのか分かるぐらいなんか日本のもの、うんって感じなんだけど、それこそなんかスポーツ選手にしてもセレブリティにしてもジャパニーズトイレットインストールしましたみたいな。本当にそのフランスってめちゃめちゃ寒いから、冬が、うん、もう北海道ぐらい寒いので、あったかい便座が本当に恋しかった。いいな、2人冷たくて確かに冷たくて出るものも出ないみたいな。出るあ、でもあのこうなっちゃうじゃん。それのせいか分かんないけど、でもあの冬に寒い時にこう例えばね、なんかショッピングセンターの中とか入って、うん、寒いっつってトイレの中あったかいって言って座った時のあのあったかさがもうたまらなくて、うん、あーないよ、オーストラリアにもきっとないよね、便座あったかいって。ないないない。私ちょうどそれを思ってた、昨日の夜寝てて起きた時に、あトイレ行こうかな、どうしようかなって思ってたんですけど、やっぱりあんな冷たい便座に座ったら眠気覚めちゃうから、そう、あ確かに、まだやめようって寝たいから、そうだ、全然慣れちゃってた、今日本にいるから、もうあったかいんだ。水回りは完璧、日本の水回りは、ね、フランスの家って湿気を逃がす構造になってて、どうしてもから、うん、お風呂の中でこう、うん、あのミストな感じにならなくて、あ全部逃げちゃうんだ、全部逃げちゃうとか、うん、そのまあ、学生が住むようなワンルームとかだと部屋の真ん中にそのカーテンだけで仕切られてるシャワースペースみたいなのがあったりとかして、だからこう湿気がこもらない構造、うん、ミスティーな感じのところで育ってるうちからすると、あれがもう理解ができなくて、うんうん、そう、特に冬こっちも寒くなってきて、お風呂、うん、あの湯船に作りたい、うん、そうだ、そうそうそう、湯船もなかったりする、うん、そうそうそう、しかも海外であっても湯船すごい低くない？あ、浅い、うん、浅、あそう、浅くない、なんか こうならないと肩まで伝わる、そうそうそう、疲れない。あの、こんなに、そう、こんなに長くなくていいから、もうちょっと小さく、うん、深くね、そう、で、うん、深くしてほしいんだけど、そう、ここの肩まで使うことができないから。そうだ、冬はそうだ、思ってた。湯船、ね、うん、日本に帰ってきた時に、そうだ、風呂。と最近私がちょっと話は違うけど、うん、私は、ああ、日本人でよかったなっていうか、日本語っていいなって思うのは、この、擬音語っていうの。ちゃっちゃっとなんかするとか、ギャサッとなんか、だからもうどんどん日本語、もともと多分語彙力も少ないのかもしれないけど、英語とこうどんどん混ざるとこうなかなかこう出てこなくなるの、日本語が。私その時にだからあのさ、ちっちゃいあのシャッとしたやつさとか、なんかこういう、まあ、通じてるかはまた別として、うん、何でもこう表現できる、ペコペコとか、なんて可愛らしい表現なの、子供がペコペコって なんかもう何その可愛い表現、なんかこう一般的なやつじゃなくてもなんとなくこう編み出したやつでも通じる、そう、わかる、それが不思議、不思議、あなんかこんな感じねっていうのが、そう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 、だこれは日本語すごいなって、英語、ね、すごいすごいないね、うん、なんとなく日本語、あ英語だとちょっと無理があるもんね、なんか、うん、なんだろう、ペコペコは絶対にペコペコ、結局なんか単語で表さなきゃいけなくなっちゃって、そうそうそう、ちょっと空いたとかさ、うん、すごくお腹空いたみたいな、うん、ダーウィングみたいな、そうスターウィングとペコ、ペコペコじゃないよそれ、そう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 、夫は実は1年半ぐらい日本に住んだことがあって、 So I asked him, so what do you miss about Japan? And his answer was like, there's no small talk, like in a restaurant and like store or anywhere you go、mm. Because in America we always have small talk, right? You go、mm. grocery shoppingwith the cashier,、mm. like, oh, hey, how's、yeah. it going?、like it or not, you have to have that small chat.
right? And sometimes I guess my husband is more like an antisocial, kind of introverted type person. That's so painful for him. Like, he's like, why am I wasting my breath with this stranger? but in Japan, like, you go to like supermarket and like, irasshaimase, and just, you know, you get down to business. Exactly. And then just, you know, scan, and then you get the total pay. Arigatou gozaimashita. And that's it. Yeah, he loved it. That's cool for him. Yeah. But then at the same time, I do miss it when I'm in Japan. Like, I'm like, oh, I kind of want to have a small chat with this lady working at the supermarket. But that would be weird, right? If I like start conversation like, I don't know. Yeah, like, in Tokyo, yeah, definitely. Yeah, yeah. Just 録画しちゃうね。でも、あの、でもさ、わかる。なんか、さっきね、私、全然日本人からモテなかったっていうのも、なんか多分、ちょっと、まあ、若さもあるけど、ちょっと日本人の考え方、全部じゃないけど、ちょっと毛嫌いしてたところがあって、で、なんかちょっと合わないな、みたいな。で、特に、あの、男性、だと私の世代もあるのかもしれないけど、なんとなく女性らしい人を求める男性でした。こう可愛い声のなんていうのかな、あの嫌だー、まあぶりっ子じゃないかもしれないけど、なんていうかな、こう、まあ、ちょっとバカっぽく振る舞うというか。そうそう、私それがすっごいなんか嫌で、で昔から多分なんかまあ気も強かったのかもしれないけど、恋愛にしてもなんで男性のなんていうの、欲しいものだけをこっちが提供しなきゃいけないのかなみたいな、それもあって全然本当にモテなく、モテないっていうか片思いの経験はすごいあるんだけど、こう帰ってきたことがなくて。めっちゃわかります、なんかおじけづき嫌がるあいつらすぐなんかなんだろうな、まあ、恋愛じゃなくても、例えばうちは I'm always up for confrontation なんていうの、違う意見とかも全然よくて、なんでなんでなんでそう思うのって聞き詰めちゃうんですよ、うち。Like, let's talk.、Right? Let's talk. Let's have a discussion.、So、it's just a discussion. But でも、日本人ってやっぱりこう、ああ、そうだよね、わかるっていう空気にならないと、みんな不安というか、意見が合わないと、ふわってみなされて、あ、ちょっと自分と違いすぎる人間、じゃあ離れようみたいなことが多くて、うちはただ相手を知りたくて、相手の意見も率直に言ってほしくって、で、あ、こんなに違うんだね、面白っていうのにお付き合いに、でもそれが日本だとできないことが多い。で、たまたまそのももちゃんだったりとか、その意見が違っても、あ、ようこちゃんそういう意見なんだねとか、私はこうだよとか言ってくれる人がちょいちょい出てきて楽になってきたけどっていう感じ。やっぱり、あ、そっか、日本のなんか一般的な日本人のそういう感じはうちも苦手です。でもあれだね、一回やっぱり出るといいよね。あの出ると日本の良さも逆に分かるし、やっぱり日本から出ないと経験できないこともやっぱりいっぱいあるからね。で、考え方もやっぱりちょっと変わるっていうの、なんか、まあ、ちょっと具体的に例、思い出せないけど、なんとなくやっぱり、あ、に日本的なこういう時考え方しちゃいけないんだなとか、あ、こういう時はちょっと日本人的な考え方の方がいいんじゃないかなって、なんかちょっとさ、使い分けれるっていうの、そうだから本当に選んでいいと思うんですよね、自分の心地いい環境を、そのためにはやっぱ外見てみないと分かんないところって、そう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 、ねえ、ごめんちょっと待ってね、春菜がもしかしたら無視してるわけじゃないと思うんだけど、ごめん時間大丈夫？大丈夫ですよ、いける、はい、大丈夫ですよ。え、ちょっと楽しいね、楽しい、楽しいですね一人で片思いかもしれないけど結構楽しいなこれ。いや、うちも楽しいですさっきのさ、オンラインレッスンもそうだけど、やっぱり結局話しててこう楽しめる、こう学べる人っていうのかな、いいよね。私本当に陽子が時々なんか、まあ、この前のね LGBT、 お、来たお、ね、でもありがとう、ありがとう、でもそうだったけど、こう教えてるだけじゃなくて、やっぱりそういうところちゃんと考えてる人なんだなって、魅力的だよね。あ、ありがとうございます、あ、そう、あ、イエーイ
There's a new ID. Sorry. Yes. Also, sorry, guys. So, I totally lost where we were. Yoko, you were saying something. Yeah, I was saying something. Something. そうそうそう。日本語、日本語でしたよね、あの時。日本語だよね。なんか。うん、日本語いいねみたいな。あ、そのなんかそのスモールトークが、あ、スモールトークだ、そうだそうだ、スモールトークしたい人は多分大阪の方が向いてると思う、うん、大阪、あ、なるほど、あ、確かに、うん、そうそうそう、絶対挟んでくるからこっちの人そうなんだそうだから、そういうのが苦手な人は多分東京の方が空気が合うだろうし、うん、うん、確かに、私はじゃあ大阪よりかも、うん、もう、そう、生粋のアメリカ人は多分大阪の方がなんか血が似てるかもしれない、あ、わかるだって普通に、ね、スーパーの人とかでもなんか名前で呼ぶような、呼び合うような感じで話できたりとか、ね、ジョーク交えてとか、うん、あの、そのノリ、うん、そのノリすごく好き、うんうん、なんか人間味があっていいなみたいな。オーストラリアの人ってそういうスモールトークとかってします、あ、うん、するんです、するする、スーパーとか行っても、うん、How's your day been? とか、うんうん、なんかアウトゴーイングな感じしますね、オーストラリアの人って、うん、なんかよく週末みんなで集まってバーベキューしてるイメージです、あ、あでもそれはやってるかも、もう家にほぼ1台はそうそう、うん、バーベキューセットみんな持ってる感じ、そうなんだ、あ、そうだ、オーストラリアの日本の男の人は何なんだろう、この男らしさをアピールするには、オーストラリア人の男の人はどれだけ上手にバーベキューができるかっていうのを、アメリカもそう、アメリカもそう、結構なんか自慢、自慢っていうのを得意げに話す、うん、俺の方がうまいよみたいな、そう、こっちもなんか父の日とかになるとファーダーズデイって多分同じ日だと思うんだけど、日本と、うん、みんなお父さんたちバーベキューしだして、ああそう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 、うん、そう、みんな、 なんかやらないと、そうそう、ちょっとかっこ悪いじゃないけど、うん、やってなんぼみたいな、そうそう、うん、あ、美味しいしね、美味しいし、そうそうそう、キャッコールド、でもうちの旦那が言ってたの、 言ってそれを言われてはあって昔思ったのが、彼はフランス人で、でオーストラリアに来て、うん、遊びで来た時にすごいオーストラリアを好きになって、オーストラリア人にはなんてフレンドリーなんだって、うんうんうん、すごい感動したくらいだったらしくて、でもいざオーストラリアに実際住んでみると、うん、意外とこれは飲む場では結構みんなこうフレンドリーだったり、まあ、ちょっとそういうスーパーでのスモールトークは結構みんなするけど、うんうん、結構こう深入りして本当に友達になるっていうのは難しいねって。異国人だからっていう壁があるんですかね、そうじゃなくて、それよりももうちょっと深いなんか時間かければその壁は消えていくものなんですかね、うん、どうなんだろう、でも、うん、それを言われた、私は小学校オーストラリアで向こうに行っても新しい友達、まあ、職場とかで新しい友達を作るけど、確かにあんまりそう、うん、その何、異国の地で新しく一から友達を作ってたこと経験がないから何とも言えないけど、うん、それを言われた時に、あ、でも確かにオーストラリア人、うん、この友達の輪でも、うん、この自分の輪がこう確立しちゃうと、そこに後から入るのは結構難しいかもしれない、なんか例えばそういうダンサーのコミュニティとかそういうのじゃない限り、うん、例えばじゃあこのグループがあって、うん、なんだろう、じゃあバーとかでこう会って一人の子がそのじゃあ私とこう喋って仲良くなりましたって連絡交換、うん、あの連絡先交換して、あ、じゃあまた今度会おうねってなっても、なかなかその次のステップがない、そこまで、そこ止まり、その時のノリだけでね、そうそうそう、でも日本人は、うん、日本人の友達でも結構そういうことになって、あ、この間のあの人覚えてる、会ったんだけどとか、うん、今度呼んでいいとか、うん、結構日本の方が多い気がする、うん、それ面白い、確かに、うん、オーストラリアあんまりない、なるほど、それちょっと、ね、関西人に近いかもしれないなあ、そうか、関西人も表面はめちゃめちゃフレンドリーで、もう10年来の親友ですかぐらいの感じに、うん、初対面でもなるけど、うん、そこから深く友達になれるかっていうのはちょっとまた別の話、あ、でも意外な大阪人とオーストラリア人の接点、うん、ね、そっ
そうなんだ。へえ。大阪って面白いところよね。私、大阪面白い。なんか、遊びに行ったことしかないけど、うん、たこ焼き美味しいし。え、どこ出身？大阪？奈良？私、奈良です。奈良か。そう。ね、あの、でも関西系、何？みんな面白いの？あの、水？なんだろう？なんだ？空気？グループの中で、スターみたいな一番面白いやつは必ず一人いて、で、うん、そいつが笑いを取っていくためにみんなでこうトスを上げたりしますね。お前が落とせみたいな感じでこう盛り上げてって、うん、なんか誰か一人が話してたらその相槌で、うん、ほいでほいでって言ってこう盛り上げて、でその笑い取っていくやつがこう、うん、バーって落としたらみんなでわーって笑うみたいな、うん、すごい団結力が、チームワークだね。一連のルーティーンがあって、だからその場に入った時に自分がどの位置かっていうのを察する能力は多分関西人にはあって、その中にいて引いてみないというか、一応参加はするけど、なんか自分のなんか適所にこうちゃんと入っていく感じがしますね。面白い。すごい。なんかコミュ力高いイメージがある。確かにね。うん、確かに。あんまり気まずさが多分一番苦手で、だからこうどんどん盛り上げていっちゃう、話しかけにいっちゃうみたいなところが多分あると思います。そう。ハルトのお母さん大阪って言ってるね。あ、私、そうそうそう、私の母親は大阪の人、そう。うん、そう、お母様、じゃあ面白い？うん。Sorry, Mom。うん、面白くなくて。面白くないって言って。逆にみんなにそれをいつも突っ込まれてる。あ、まあでもその、大阪なのにって。まあでももしかしたらお母さん自身もそうやってこう積極的に笑いは取りに行かなくても、こういじられることを、そう、はい、喜んでる、そう、喜んでる、すっごい喜んでる。あ、やっぱりそこで多分大阪人、なんか他の人出身の人だとちょっとなんかいじられたって思ったりとか、うん、なんかちょっとからかわれたって思ってちょっと、逆逆、うん、そう、美味しいのよ。そうそうそう、美味しい。もうね、そのいじ、スポットライト、そうそうそう、スポットライト、もう完全にそう思ってる。あ、そこが、そこが関西人だったのか。うん、多分なかなかちょっとしたことじゃね、ちょっとしたことじゃへこまない。ですごい、ポジティブ。うん、あ、なんでも、え、みんなこう言ってても、あ、そうやって捉えてらっしゃったんだ。なんか。でもちょっと私個人的に今の話から。So I think、じゃあ最後英語でやっちゃう？この場合日本語でいく？どっちでも。どちらもやっちゃう。Oh no, じゃあ、I wanted to ask you this question. So do you feel like you have split personality depending on the language you're speaking, either Japanese, English, or even Osaka 弁and 標準語？ Like, do you feel like, you know, the Osaka version of me wouldn't be saying like this or yeah, acting like I definitely, this? Yeah, I definitely have one of those. I think when I speak Kansai Ben, I feel